こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。今日はですね、前回、アップデートメンテナンスの雑談出したと思うんですけども、今回は実際に召喚していきたいと思います。ちなみに錬金石いくつあるんだ。お、13,200 もある。まあ引かないんですけども今回はこちらですね、超英雄祭ファースト、新ユニットジーラ守りスライ登場ということで、どれか欲しいですね。個人的にね、見た目的にはジーラか守りちゃんかな、欲しいのは。で、確率も見ていきましょう。4、いつも4だっけこれ。うん、星5の出現率、あーこれ違うか、4ね、確定4だから。でもあともいっぱいいるからね。ちなみにフィーナちゃんとかいるのこれ。ファーストだったらいないんだっけ。あ、いないいないね。オッケー、じゃあさっさと引いてしまいますか。いやでもね、どうかな、最近ちょっとね、波来てるっちゃ来てるんですけど、なんかそろそろ波も落ち着くんじゃないかなって個人的にはちょっと思っちゃってます。いきます。てか230個もある、驚き。あ、待って、もう演出とか変わってるんだよねきっとね。同意来たんですけど、これ何、演出の条件変わってどう変わったの。いきますよ。でも1個確定だからね。タッチが虹色、いつも虹色だっけ。なんだよ1個じゃん確定枠だけじゃん。何、なんかすごいの出るの。いやでもな、ロイの演出はどうなんだ。来た、やばやば、守りちゃん来たんですけど。あ、充電も減ってるんですけど。マジ ?6 個お気に入り。やったー。 HP が4ずつ自然回復。奥義がスターニングシャワー。8600% の、貴族性物理ダメージ、11秒間敵の、貴族性耐性 30% ダウン。なるほどなるほど。スキルが 1500% の貴族性物理ダメージ、自身のスキルダメージは敵の防御力 30% 無視。あ、無視しちゃうんだ。やった。ちょっと待ってちょっと待って、これはこっからどうにかなるんですか。守りちゃんなる、覚醒するの、これもキラキラ。いやちょっと待って、あーこれ難しいとこじゃない。なるほどね。うわー嬉しいけど辛いねだってさ、これ全然できてないですもん、この辺も。早くしたい。いやーそっか、錬金石じゃなくてなんだっけ、英雄石ね。忘れる前に変えちゃおう。交換、前回の変えてるね。はい、錬金石と変えます。はい、ということで、守りちゃんが来てくれました。イエイ。これってなんだろう、どう、もともとのロイの演出が何だったのかって私全然知らないんですけど、なんだろう、今回のが確定なの、ロイは。いや、どういうこと決まったもんでもないか。ピックアップキャラが出るとか、ロイは。いやーわかんないね。いやでも嬉しい。調子いいな最近ガチャ。よっしゃ、はい、ということで
無事まもりちゃん弾けました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。